お疲れした。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 練習終わりました。どうでした練習は。しっかりいい練習できたんで、今日も充実の充実のした日々でした。何？ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ次もやっていきたいと思うんですけど。次？はい。早速、はい、次の企画やっていきたいと思います。企画？はい。一旦荷物下ろしてもらって、はい、車乗ってもらっていいですか？はい、わかりました。お願いします。はい、お願いします。何？はい。じゃここでしょ連れてきたの。はい、到着しました。バッティングセンターじゃん。はい、そうです。ちょっと。やれってこと、やれってこと、いい対戦相手を連れてきました。いいっす、だってもう書いてんじゃん、えぐいってこれ。はい、阪神対策が藤浪選手しかもここのボディセンスすごいガチだ、ガチなやつバーチャルだからすごいですね。じゃあ僕がこれで打つってことですよね。そうですね、バッティングに野球の実力はいかんっていう。そうですね、やっていきます。プロ選手の実力見せてください。やってるから。カードベースあるからね。はい、飛ばせよ。藤浪選手にチャレンジしてみるから。はい。やっていきます。やっていきます。レッツゴー。レッツゴー。はい。やっていくから。はい。ちょっと僕安全考慮して隣から、ああ、はい、撮影していくんで、すみません。ちょっとこれ OK ってもらったっすもんね。はい。大丈夫です。隣は大丈夫です。わ、変化球とかあるわ、ちょっと待って、藤浪でしょ、変化球何くんのこれ、チェンジアップとか。高速で行こう、高速で行こう、110キロ。110キロ、ああ、こ、あ、あ、あ、高速始まった、プレーボール。藤浪うわ、ガチだ。おおめっちゃ怖いんだけど、これ行こう。当たった。ちょっと、もうちょっと明るくねえな、明るくなんだよこれ。ちょっと暗いですね、確かに。カットカット、変化球やすい、やばい。絵的にやばいわこれ。当たんないよ。おい、打ちっちゃダメな。変化球になってるこれ。あ、これ設定変化球だわ。ちょっと待って変化球になってる、変化球になってる。シェイナイス。変化球設定になってたわ今。変化球ですか。えぐい。見た。落ちた。落ちてる。さ、藤浪選手のもうサイドからもうなんか体から体から迫ってくるわこれ。ガチやばいこれ。ちょっと取れたか なかったかもしれないけど。ちょっとむずいわ。ちょっと。悔しい。じゃあもうこれ以上でいいですか。いや終わるわけないでしょ。無理。もう一丁。もう一回ですか。もう一丁。じゃあまあ泣きのもう一回ということで。うん、もう一回お願いします。同じく藤浪選手で。うん、いやでもこれ藤浪選手のこれ投げ方めっちゃ怖い。手足もうはえぐいよ。は体から迫ってくる感じめっちゃ怖いよこれ。藤浪選手いきますか。もう一回じゃあちょっともう一回お願いします。もう一回お願いします。変化球直球で。直球勝負でお願いします、はい。じゃあもう一回ちょっと、はい、行きましょう。お願いします。お願いします。スコア。よし、さあ
絶対変化球まで。困ってる。どうしたらいい？お疲れ様でした。ホームランじゃない、あれ今のホームラン。いやギリですね。ギリギリギリですね。藤浪捕らえたわ打率何割だろう。2割3割いってないか。打たされてんもんね、引っ張り方向に。そうですね。でバント送りバントとかほら成功したから、あれ気持ちよかったですね。あれあなた大丈夫、送りバントもできるってことで、マルチにできるプレイヤーの。こんな感じかな、バッティングは。そうですね。うん、編集してもらってどうだったっすか、僕のバッティングは。ちょっとなかなか見られない。いや、ほんと新鮮ですね。ちょっともうね、まあ、準備してないもんだって、連れてこられていけないのに。無理や、そんなの無理よ。それは、すいません、急だったんで。ああ、まあ、2席目して調整したわ。まあ、そうですね、確かに。これが取れ高になってればいいですけど、はい、まだバッティング、みんなバッティングセンター行ってくださいねってわけじゃないですけど、どうだったでしょうか。僕のバッティングはこんな感じです。以上です。お疲れした。お疲れした。あ、藤井さん、ちょっと待ってください。何すか。まだまだ帰るには早くって、ちょっともう一個挑戦してもらいたいなと思ってる。もう今見えた、今見えたこちらピッチングか。今度はピッチングの方。オッケーオッケー。まあどっちもできる。マルチにやれなきゃいけないからね。投げる方も見てもらって。アウトいっちゃうよ。こんなんやったら。自入球もいらないですか。いらないいらない。もう9球でいいわ。10球やったら行くわ。パーフェクトです。うん。やっていくか。これやるでしょ。はい。こっちも。やっていきますか。はい。お願いします。じゃあプレイボール。オッケーです。プレイボール。お願いします。お願いします。もう12球はプレイボール。まあね、1球はしょうがないよ。しゃーまず1球、まず1個。よっしゃー、低め狙うからね。低め狙うから。うえー、あるよ。おう。あー、やってる。やってる。シュン。はい。あるよ。あるよ。これマジで。ダブルリーチ。あるよ。キーがちょっとまだ高め。あー、やってるわ。あ、いたわ。ハプニング、ハプニング。シュン。やばい、近いってた。ちょっとこれやべえじゃん。
腕振ってコントロール、シュン、ほらど真ん中、くそラスト、ラスト、ありえん、嘘だ、お疲れした、嘘ありがとうございました、一応5枚ということで、嘘、ないわ、うわビンゴでしょ、でもビンゴ、ビンゴですね、ワンビンゴ、ワンビンゴということで7点、これは鍛錬が必要だわ、いやむずい、これ腕さ、腕強気に振ったら振ったでさ、引っかかリリースがこう引っかかるから、これむずいわ、でもちょっとお気に入ったらお気に入ったらちょっとなんか浮くしさ、いやこれピッチャーむずいね、これピッチャーのワンビンゴだから、でもワンビンゴ、ワンビンゴ、ワンビンゴすごいっす、狙っとったから、そうですね、狙ったから、まあ、低め抑えられたのはいいね、だ僕の傾向としたらやっぱりこっちの体育このラインが得意ってことだから、ちょっとあの左の外角高めとかちょっときついな、ちょっと無理だったから、そこは課題かなと思うんで、ちょっとイン攻めが、イン攻めだね、右打者のイン攻めができる、うん、そうだ、右打者得意なんでちょっとスカウト待ってます、あの、はい、プロ志望出すんでちょっと待ってる方はちょっとこちらまで連絡お願いしますということで、今日はバッティングセンターにちょっとゲリラ的にちょっとこれやられたわ、企画やられた、そっち側に今回はだ、ちょっとこそれんするわ、そんなこそれんというかもうやるわまたリベンジするためにまたやっていこうかなと思うんで、また見てください、ちょっと悔しい結果なんですけど、非常にいろいろと見ていただいた人は高評価とグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。